ャツがあってコルセットがあってズボンがあってそこでベルトを締めるとすごく理にかなった巻き方になっておりますので、はい、じゃあ今日はですねぎっくり腰の直し方と対処法について動画を撮らさせていただきます。僕もですねぎっくり腰約10年前ぐらいになったんですけども、もう痛いですよね。僕はですねぎっくり腰になったことによって仕事を3日半ぐらい休みをいただきました。はい、皆様にはそうなっていただきたくないので、この動画を見ていただいて直し方と対処法を学んでください。この動画を最後まで見ることによってぎっくり腰になったとしてもすぐに歩けるようになったり、日常生活にいち早く戻れるようになっていただきたいがためにこの動画を撮らさせていただきます。ぎっくり腰はですね、簡単に言うと腰椎の捻挫です。腰椎と股関節のもともとねじれがあるところに関節の負荷だったり筋肉の簡単な肉離れだったりとか関節の炎症が起こり始めた時にですね、前かがみになった状態で物を持ったりとか素早い動きをすることによった時にギクッって動けなくなる症状がぎっくり腰です。英語ではですね、魔女の一撃と言われるほど、その一撃を食らったことによって本当に動けなくなったりとかしますので、ぜひまずはですねぎっくり腰にならないように皆様で気をつけていただきたいのですが、なった時にですね、よくある質問なんですけども、1つ目、まあ温めた方がいいか冷ました方がいいか、これは時と場合によるんですけども、よく聞いてください。まず内臓はですね、腰痛の腰の痛みとすごく関係がありますので、内臓は温めた方がいいです。はい、具体的に言うと冷たいものを飲まない、冷たいものを食べ過ぎない、なるべく温かいものを食べたり飲んだりした方が内臓の負担が減って痛みの軽減にもなっていきます。また患部はですね、なるべく冷やした方がいいです。これも程度にもよるんですけども、全く動けなかったりとか、例えば体温が上がったり患部が触ってちょっと熱っぽいなっていう時はですね、湿布とか、まあ、アイシングとかですね、で冷やしていただいた方がいいですけども、これも季節的なものがあって夏は特に冷やした方がいいと思います。けど冬は全体的に体温が下がってますので、冬はそこまで冷やす必要もない場合が多いです。2つ目の質問ですね、すぐに LINE した方がいいか、はい、これはですね、ぜひこの動画を見ていただいて最後の方でお伝えする運動療法をやっていただいた後にそれぞれの病院とか整骨院に行かれた方がいいと思います。ぎっくり腰から、しびれが生じたりとか、劇的な痛み、圧迫骨折とかも考えられますので、その場合はですね、ぜひお近くの整形外科に通うようにしてください。では3つ目の質問、これもですねよくある質問なんですけども、整形外科に通いました、整骨院に行きました、例えばこの動画を見たんである程度よくなるアルコールは飲んでいいんですか。基本的には NG です。はい、アルコール、例えばビールを 350ml 缶1本分ですね飲むと、血液がそのビールの解毒分解に血液が使われますので、基本的にはですね、その血液などを使って体の状態を良くしていったり、酸素を運んだり、疲労物質をですね除去していったりすることが2時間ストップします。ビール2本飲むと4時間ストップします。ビール3本飲むと7時間ストップします。はい、私はですね結構お酒を飲みますので、ビール3本なんかもうほんと序の口なんですけども、7時間の間体の治療がアップしてしまいます。代謝がストップしますので、
なるべくですね、アルコールは NG です。けどどうしてもですね、会社の飲み会とか付き合いで飲まなくちゃいけないっていう時はですね、なるべく最初の言った質問のように冷たいものを控えてください。焼酎のお湯割りだったりとか、日本酒を飲まれる方はですね、熱燗であったりとか、基本的にですね、アルコールの度数が高いものはやめた方がいいと思うんですけど、どうしても飲まなくちゃいけないという方はですね、あったかいものを飲む、そしてまたそれと同量のお湯、茶湯、まあ、もしくは水でも結構です。肝臓の負担を抑えるためにアルコールと同量の水、お湯、茶湯をですね、飲んでいただいた方がいいかと思います。ぎっくり腰の治し方、皆さんはですね、このここからを見たかったんじゃないかなと思います。まずぎっくり腰っていうのは、後ろの背中広背筋っていうところがですね、伸ばされて巻き肩になった時に、伸ばされた時に様々な動きによって起こっていきますので、その広背筋をまずは縮めてあげることが大事です。はい、できるだけ胸を張った状態で、背中を張った状態で、手と手の甲をですね、後ろで合わせます。はい、この状態でですね、肩を広げていく、反動を少しつけて開いたり休憩したり、開いたり休憩したりっていうのをゆっくり行うことはすごくいいことだと思います。ある程度できるようになってきたらですね、少し動きやすくなってくると思いますので、2番目の直し方なんですけども、少し柔らかいところにですね、四つん這いになってください。はい、で基本的にこの四つん這いの状態で背中が曲がりがちなんですけども、四つん這いになった状態で膝とベッドの角度が約90度と、ベッドと手の位置が約90度、はい、極端に言うとこういう風になりすぎないっていうことを意識して、していただいて、90度ぐらいの状態で胸を張ります。胸を張って少しですね、お尻を突き出すような形で、お腹とベッド、地面をですね、少し近づけるような形にしていただきたいです。この状態でもかなり良くなってきます。この四つん這いの状態で3つほど運動をしていただきたいのですが、1つ目の運動はお尻で円を描くように動かしていきます。逆も同じように動かしていきます。痛い場合はこの動きがちっちゃくても構いませんが、痛くない場合はこの動きをなるべくですね、大きくしてください。お尻で後ろに引っ張ります。お尻で後ろに引っ張ります。逆も同じですね。四つん這いにしてると肩が凝りやすくなってきますので、これは肩の動きにもすごくいいと思います。では2つ目の運動です。膝を中心に足を左右に振ります。左右で、この場合に例えば左に動かした場合に、痛い方向はあんまり無理やり動かさなくていいです。どちらか痛い方があるかと思いますので、痛い方は軽く、痛くない方にしっかり動かしてあげます。痛い方は軽く、痛くない方はしっかり動かしてあげます。どっちも痛くない場合はどっちも動かしてあげるんですけども、その際に痛くない方は足の方向をですね、しっかり見てあげると、よりスムーズに背骨の動きが出てきます。この場合にどうしても背中が丸くなってしまいますので、背中を反って腰、お尻を突き出した状態で行うことを意識されてみてください。
ですね、この3つ目の運動が一番重要なんですけども、足を重ねて、重ねた状態で上下に大きく振ります。この足もですね、逆にした場合に痛かったら痛い方はやめていただいて、痛くない方で大きく動かしてください。この運動で背骨のズレの縦のズレがですね、しっかりなくなっていきます。はい、この3つを組み合わせて約15分ほどですね、同じ動きをしてみてください。円を描く運動、横に動かして背骨の横のしなりを作ってあげます。3つ目は上下に足を動かして背骨の縦の歪みを取ってあげます。これやってる際にですね、どん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 膝が少し滑ってきて、こんな感じになってきたらですね、常々90度に戻してあげるように意識してみてください。はい、では次にですね、ぎっくり腰になった時の椅子からの立ち上がり方、ベッドからの起き上がり方、またコルセットの巻き方を動画に撮っていきたいと思います。まず椅子から立ち上がる、座った状態からの立ち上がる姿勢なんですけども、なるべく姿勢を正す、胸を張って姿勢を正した状態で立ち上がります。はい、で腰痛を重ねる方はですね、一番この重い頭の部分を前に倒していきながら立ち上がる方がですね、腰痛になっていきます。はい、簡単に言うとスイカをですね、2つ片手に持った状態で、前ならいの状態でですね、スイカを持つとすごく重く感じますけども、まっすぐ持つと楽になりますよね。この状態で立つっていうことがすごく大事です。はい、で立ち上がる時に前に動かしていくんではなく、上に立ち上がります。はい、しっかり足の力ですね、姿勢を正した状態で上に立ち上がるっていうことがすごく大事です。この場合にですね、骨盤部分に少し手を上げて、骨盤を斜め下に押さえながら立ち上がるとすごく楽になると思います。はい、では次にですね、ベッドから布団から起き上がる時の対処法をお教えします。基本的に腰痛がある方は痛い方を上にして横向きで寝ると楽です。はい、この状態で寝てるんですけども、腰痛がある方の悪い例として、起き上がる時によいしょというこの足の反動で起きてしまうと、腰がこれを重ねることによって腰がずれてしまいますので、なるべくですね、余った手をついて、手でしっかり起き上がることを意識してみてください。また横向きで寝てる状態でも、うつ伏せになっていただくと両方の手が空きますので、その両方の手でですね、お尻を引くように腕立て伏せみたいな状態で起き上がるとすごく楽です。では最後にコルセットなんですけども、コルセット、うちではですね、約10センチ幅ぐらいの細いコルセットを巻いていただいてます。お腹をですね、引っ込めた状態で、巻いていただく。でベストはこの横のバンドですね、これがあるタイプ のコルセットがいいかと思います。これもしっかり巻いていただく。はい、これ動画の関係上ですね、洋服の上から巻いてますけども、ズボンのこのちょうどベルトのところに巻いていただいて、この上からですね、ズボンの
ベルトを巻くとコルセット自体が動きにくくなりますので、洋服の中でも肌に直接触れてしまうとそこが痒くなってしまいますので、シャツがあってコルセットがあってズボンがあってそこでベルトを締めるとすごく理にかなった巻き方になっておりますので、そういう巻き方を皆さんもしてください。はい、今日もですね、動画を最後まで見ていただきありがとうございます。皆様がぎっくり腰になったとしてもですね、この動画を見ていただき何とか対処していただけることをですね願っております。はい、もしこの動画が良ければ高評価ボタン、もしくはですねコメントをください。はい、今日もありがとうございました。